この動画では t ィー c ャ a b l を5分で解説していきたいと思います。言うまでもなく料金によって使える機能に差が出てきます。管理画面に入るとですね、このユーザーズっていうのとですね、ここにプラスマークがあってですね、このプラスで新しいコースが作れます。はい、こんにちは、藤田です。この動画では t ィー c ャ a b l を5分で解説していきたいと思います。 t ィーチャブルというのは何者かということですね、えー。オンラインスクールプラットフォームですね。プラットフォームですね。で、えー、どういうものかというとですね、具体的な中身ですね。カスタマイズ性が非常に高いです。そしてマーケティング対策がです、ね、いろいろできます。そしてアクセス解析もついてます。そして何よりも決済機能がついているというプラットフォームになります。で料金体系なんですけど、えーっと 言うまでもなく料金によって使える機能に差が出てきます。で無料有料にまず分かっていて、で無料はですねあの昔とですねちょっと機能がですね変わってきましてもう随分機能を減らされまして。 えとあくまでですね、カリキュラムをですね、カリキュラムを作って動画をアップして、こう動くことを確認するぐらいまでに使うものだと思いますね、無料コースは。で、それができてしまえばもう、有料に移らないと、ちょっとビジネスは難しいと思います。で、有料コースはですね、ベーシックプロフェッショナルビジネスってありまして、基本的にですね、個人とかで,ですね、小規模なスクールをやられる場合は、ベーシックでそこそこできます。で、私もベーシックを使ってます。 で料金はですね月額で払うのとえ1年分まとめて払うので変わってきまして私はこの月額のベーシックの39ドルっていうのを使ってますこれでそこそこ使えてますはいじゃあティーチャブルはですねどういうふうな設定をするのかって話なんですけど、えー、管理画面でですね設定をしていきますでまずですね初期設定と言われるものがあるんですけど 管理画面に入ると、ですね、このユーザーズっていうのと、ですね、あとセ、あごめんなさい、サイトとえこういうメニューが流れあって、ですね、このサイトとセッティングスっていうのところで,で、すね、この2箇所ですね、をえ初期設定でセッティングするっていう感じですね。 次ですね、えー、管理画面のコーコー,ーズっていうのがあってですね、これがコースを作る方ですね。で、コースはですね、ここのですね、ここがコースーズっていうのがあって、ここにプラスマークがあってですね、このプラスで新しいコースが作れます。ここに入れてですね、作るということですね。で、作成するとですね、メニューがバーッと出てきて、設定、主に設定するのはこの4つですね、インフォメーション、ページ図、カリキュラム、プライシングっていうところですね。 で、例えばですね、もうこれすでに作ってあるやつなんですけど、こういう感じでメニューが並びます。作成するとこういうふうに並びます。で、ここから順番にですね、これまずインフォメーションですね。これはインフォメーションではですね、このセールスページですね、セールスページっていうのは売るための、このコースを売るためのページですね。こっちは実際のカリキュラーのページですね。そして、ページズっていうのがあってですね、これがさっきと同じセールスページで、あとチェックアップ チェックアウトページはまあ,あんまり使わないんですけど、あとサンキュ級ページですよね、えーっと。申し込んでくださった方に表示するページ。この2箇所をですね、主にえ使います。で、これがですね、あのー、カリキュラム、自分のカリキュラムを作って反映する場所ですね。ここで、いわゆる見出しというかですね、目次をこういうふうに作るわけですね。で、作った後にこの中にですね、こう動画を入れたりとかですね。 あとは説明を入れたりとかですね、するわけです。で、必要において、関連資料とか、レジュメとかも入れられると。そして、プライシングですね。これが、その、このコースをどういうふうな値付けをするかっていう話なんですけど、オプションとしてですね、ここをクリックすると、これは無料で公開しますとか、であと、サブスクリプション、毎月いくらで使ってもらいますとかですね。あと、これは、あの、分割払いですかね。あ、こっちが分割払いですね。 で、これはあの買い切りですね。買い切り分割払いっていうふな選択ができるということですね。で、ここに主にですね、この4つなんですけど、あとドリップっていう機能があってですね、これは、あの、講座、動画をですね、小出しにするっていうんですかね、日付が来たらですね、あの順番に見せていくっていうふなことができます。もうこれもですね、いろいろ応用を、応用が効くと思います。 はい以上ですね、あのざっとご説明しましたけど、具体的な設定方法ですね、具体的に最初にですね、作ってからですね、どういうふうに設定するかっていうのはですね、別の動画でご紹介していますので、説明欄のリンクの方からですね、見ていただければと思います。で今日ご説明したのはですね、プライシング、つまり、あのー、このティーチャブルの料金ですね、自分のコースの料金じゃなくて、このティーチャブルの利用料金は最初は無料でやって、コース作って、ちゃんと動くことを確認してからですね、えー 有料の月額に変えるのがおすすめですと。で、管理画面の方はですね、何をするかというと、初期設定をして、その後はですね、個々のコースを作ると。で、コースはですね、あのコースの作成はですね、えー、あらかじめ作っておいたカリキュラムと動画教材、レジュメなどをアップすればですね、それだけでスクールが開始できるというですね、非常に簡単な、簡単に使えるオンラインプラットフォームです。以上で、 えー、Teachable をざっとご説明させていただきました。ありがとうございました。